やってきました。やひこ枝豆夏祭り。ふぅ、中なんですけどね、はい、もういろいろあって、去年はね、一応同じようなイベントやったんですけど、はい、今回は新しい要素入ってきてね、うん、まず私たちが参加していることと、あと e スポーツのぷよぷよ大会がありました。とっても楽しかったです。そして去年もあったのは早食い大会、ね、もう今ちょうど終わったところなんですけど、終わりました。もう持ってますよね、これは、まあ、皆さん、これは参加した方はみんなもらえる枝豆なんですけど、私はあの去年2位ぐらいでした、確かに。嬉しい、はい、なんであのね、それを晴らすために1年間修行を積んできまして、はい、挑みました。その結果は後ほど。さあ、そして大学でやっている、おお、すごい、第1位はカブキンだ。決めました。はい、145番。プレイステーション4 Z ブラック 500GB が当たったのは62番。うわー、すごい、嬉しいですか。はい、さあ、回っていきましょう。めちゃめちゃお店出てるんで、ね、すごい匂いがね、いい匂いがする。ちょっとイベント終わったんで、はい、飲んで大丈夫ですよ。飲みたい。で、噂によると、はい、枝豆のビールがあるらしいです。枝豆とビールかな。枝豆のビールらしいです。枝豆で作られた。すごい、もう早速、まずはもうすごいことになってる。大釜で枝豆をずっと茹でてらっしゃったんですね。食べたいっす。100円100円ちょうだい。オッケー、ちょっと待って。うまっ。これは、はい、どういうことですか、これは。これは何ですか。ヤヒコのヤヒコ米っていう特別栽培米を副原料に使ったクラフトビール。おお。あとヤヒコの枝豆を使ったクラフトビール。はいはいはい、豆の味がするんですかね。どんな感じなんですか。わかりますか皆さん。こっちが枝豆のエールで、じゃあ早速いただきたいと思います。はい、こっちもいただきたいと思います。こっちもう一回いただきたいと思います。こっち残らないじゃないですか。どうですか。いや、もう両方置いて、とにかく飲んでみてください。これ押し付けた。いや、でもこの汗かいた後の一杯はやばいですよ。 KP しよう。あ、KP？ うん、太陽の味がします。太陽の味、はい、あ、うん、後味が全然違う。なんかね、結構外国風なビールの味、はい、確かに確かに。うわ、違う、ベーグルめっちゃ美味しそう。イエーイ、よかった。頑張りましょう。行くぞ行くぞ。おいしい。
Yeah!
お母さん、あつこさん、え、お母さん、あつこさん、全然想像してたものと違ったというか、なんかもう、な
何なんですかね、これもう。やってみないとわからないというか、この普段味わえない達成感。ぶつかり合いで勝ったんで。あれ勝ったんです。あれ勝ちました。あれは勝ちました。もう。だもう今からちょっとやっぱりこの酒を飲んで枝豆また食べてね、あようをねちょっとゆっくり休みたいね。そうですね、はい、また来年も4人で来たいですね。行きたい。まだ登録済みでない方はいてるなれば今すぐプチッとして登録してください。そしていいねボタンも押してください。ぜひぜひぜひお願いします。はい、ここでお祭りは以上となります。またお会いしましょう。バイバーイ。